あじゃあ次来たらじゃあ言うように頑張ろう。お何が王だった。さあ何2曲。親はアソドラがウルソーです。の良さそうですね。さあ今8000を上がって2着目に浮上したアソー。はい、全整ってます。かなり、うん、もう、はい、もう立つ選択できるんで、はい、なんちゃすみかはこの形でもね、今まで苦しかったね。あこれ間もいいですか。もういいじゃない。もういいですね。ここ見て、ここ見て、ここ見て。うわ。ブーンの。ちょっとね、いいじゃない。第三弦を昨日上がった文吾さんですよ。なるほど、なるほど。三弦牌。そしてチューンは全部残ってるんですよ。ほら、あらあらあら、寄ってきている三弦牌。そう。あるんですかね、もしかして。チュンチュンチュン。いや、全然ありますよね。チュンチュンチュンって弾いたら大変ですね。チュンチュンって弾いたら大変、本当に。てか、まあ小三弦は全然。かなり現実的。カンちゃん外していく。愚形部分からドラドラになったんだね。違う、住川さんのとこじゃない。一枚はいいですか。いいです。一枚いいです。住川さん、はい、あの厄介欲しいんで貯めてくれるんで、その間に2枚重ねてれば、はい、いけるんで。浅いところにチュンが。あ、いる。いたよ。いるだよ。いるだよ。小三弦も見たいが、本一層見たいんで三蔵か、うん。はい。はい、第三弦の文豪青井ぐらいか。そうですね、うん、あここでしかし隅川チューンを切った。今重ねちゃおう文豪さんは。あと2枚のチューンは山のどこにいるんだ。ここよ、ここにいるんだよね。ここにいないね。はい、そんな簡単にはね。あそうですよ ね、ちょっとドキドキしたいですもんね。これはぶつかるな。この曲チートイドラドラのイシャンテンでもある。そうなんです。アソはチートイドラドラのイシャンテンになっています。先ほどリャンピンを弾きました。あでもマンズ良さそうだからリャンピン切ってパンドリャンパンは全部見たいの気持ちもあるな。いやでもチートイツのイシャンテンでもありますよ。スーワンが1枚切られてるからね、はい、やっぱチートイドラドラすぐリーチできるのは偉いですよ。偉いですね、うん、じゃあどうします。スーワン間を取ってスーワンとかどうですか。あでサブロッソーとか引いてまたメンツテに戻ることもできるんで、なんかそれが自然なような気がしますね。それがかなり自然なんですよね、うん、ただリャンピン切馬橋的にリャンピン切ってマンズを全部見るって言ってもなくはないが、どっちだ。あその選択は、まあ、両方考えてますよね。解説席はスーワンで一致したようですが考えてます。ローワンの方にしたか、うんうん、9番早いからか。なるほどね。ローワン持たれてるかもと。ああ実際持たれてる。お素晴らしい。おスミカが実際ローワン持ってる。どっちかっていうと、うんうん、チートイツの方を意識したいローワンってことですね。そうですね、はい、うん、さあ難しい選択でしたが結果どうなるか。一応合ってますね。文豪の2夜連続ホームランにも期待が持てる。引っ張る。もう小三弦かってことですね。はい、うん、おータンヤを置いてた。これで動きやすいですかね。もうスミカは結構頑張って目いっぱいにしてるな。急走はその現物か、うんうん、間も悪くないんですよ。全然悪くない、全然悪くない。ただ周りが良すぎる。イシャンテン、これでね、メンツテにね。そうですね、うん、ただし三走一切れ、うん、サブロー走の二度受け。そうなんですよね。リャンピン引いてスーワンとか引いたらスーソウソウっていう手もありますね。全打点そんな変わらないですし、うん、スーワン切ってても一緒だな。一緒です ね、 ね。いや今気づいちゃった。、はい、結果的には一緒でしたが、うん、まあ、その過程にね、過程に宿るものがありますからね、うんうん、とりあえず麻生からめちゃめちゃ多発センター帰ってきてるんだよな。怖いっちゃ怖いのか。でも字は切れてない、うん、チートイツかもしれない。顔はまあ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 、まあ怖いですよね。まあまあまあいい感じになってますね。これめちゃ全部ほとんど手出しですもんね。スミカはそれに数層泣きますか。麻生さん、いやどうですかね。一応タンヤをドラドラですけど、さきさんは、いや泣かないかな。あ、なんか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 ほら、なんで巻き舌になったの。あ、ごめんなさい、ヤンキーじゃない、ヤンキーじゃないです。ちょっと本当やめてください。昔のチューンありますよ。チューンあります。山2枚、うん、ウッパピンも泣くの、泣きたくないけどな。4300点親番なしですよ。そうチューンやばいよ。ほらあリーチ、これはでもいやリーチある。リーチ3件安いな。安いな。リーチ小三弦、まあ、でもそうだよね。
はい、小三元になりました。確定中短期分号ってこれリーチ小三元って初めて見た気がするんだけど、そんなことないですか？結構あ、確かにね、言ったことありますよ、リーチ小三元って。もうなんか長い、いや、ニヤマよ、ニヤマ、何回か見たような気がしますけど、でもまあ、でも珍しいことは間違いないです。リーチ小三元、うん、結局だってチューン引いても振り手になっちゃうんだもんね。いや、ローピンかパーピン切ってシャンプーになりますけど、うん、そうですね。ああ、あ、そうかそうか、そうだね、そうだね、すいませんでした。積もると跳ねまんだが、あー、積もった、すごい、リーチ一発積も小三元、そんな、一発も小三元、そんなの、そんなのあんまり聞いたことないですけど、3,000-6,000、これは聞いたことない、本当に。小三元に愛、あ、だ、三元杯に愛されし女ですね。リーチ一発積も小三元3,000-6,000。いや、やっぱスター性あるな、あるね、本当に。今ね、文吾さんのさ、ツイッター知ってる？文吾発になってるの知ってる？まあ、なんか負けたんですよ、青い、青いをかけたみたいな。そう、どんなもんかけてるんですか？青い、水谷さんとかってことですか？そう、水谷さんと与那城さんと青い対決をして負けたと。負けたんだ。麻雀スリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。